神山君、ここで止まってはダメよ。信じた仲間と突き進みなさい。帝国歌劇団花組出撃よ。了解。次回新桜大戦花の定め、大正桜にロマンの嵐、必ず全員で生きて帰るのよ。の容体はどうなんです？危険な状態や。こうなっては当てじゃどうにもできへん。そんな、それじゃアナスタシアは。慌てんといてや。まだそうと決まったわけやない。芝さん考案の量子再生層、こいつの力にかけようやないか。はい。ところで小町さん、レイジの方はもう大丈夫なんですか？まあ、一応大丈夫や。そういうことにしといてくれって言われとる。あいつ、仕方のないやつだな。アナスタシアさんの再生層も格納庫やし、行って様子を見てきたらどうや。そうですね、行ってみます。カオルさん、神崎司令は決勝戦のために会場に向かったまま、現在も連絡が取れません。カオルさん、No me seas tan cafre. Venga, deja de preocupar a la pobre Kaoru. Además, estamos hablando de Sumire, por favor. Ten un poco de fe. Kaoru-san, そんな顔しないで。すみれさんなら大丈夫ですよ。なんといっても、元花組のトップスター。戦いの技量もエース級です。きっと、何事もなかったように帰ってきますよ。そうですね。ありがとうございます、神山さん。いえ、元気出してくださいね。小町、私は支配人室で待機させてもらいます。スミレ様がお戻りになるかもしれませんから。わかった。あてはしばらくはここにおる。何かあったらすぐに連絡するわ。ありがとう。では神山さん、失礼します。Y pensar que el presidente Gilipuertas es el auténtico responsable de todo lo que ha ocurrido. Pero qué mal que me cae. Bueno, ya le haremos pagar, pero lo primero, vayamos junto a Reiji y Anastasia. A ver qué tal están. レジ。おお、清十郎か。どうした？何か用か？どうしたも何も。Un cabroncete bien duro. Deja de ser tan fantasma, ¿vale? 体は大丈夫なのか？お前に心配されるとは。明日は雪かな。茶化すなよ。打たれた傷がそんな簡単に治るわけないだろ。かすり傷だったからな。アナスタシアに打たれて意識不明だったと聞いているが。そりゃ何の冗談だ。アナスタシアちゃんが俺を本気で打つわけないだろ。本当か。
な。そうか、心配して損した。で、彼女はどこにいるんだ。会っていくか。こっちだ。これは量子再生層。体内の霊力を加速させ、体の重力を爆発的に向上させる装置だ。だが、この装置をもってしても助かるかどうかはギリギリのところだな。そんな、最新の再生層ならよかったんだが、帝劇にあったのは古いものでな。俺の力ではこれが精一杯だ。すまん。いや、こいつがなければ終わりだったんだ。感謝してるよ。治療が終わるまでまだかなりの時間がかかる。それまで俺たちにできることは何もない。とにかく待とう。分かった。それで清十郎、他に何か聞きたいことはあるか。A ver, deja que piense. El mundo se va a la porra. El presidente gilipuertas es más gilipuertas de lo que uno pensaba al principio. Anastasia está luchando para seguir con vida. Y la lista sigue y sigue. Mugen wa, 残念ながらまだ動かない状態だ。一通り機体を調べてみたんだが、どこもおかしいところはない。そうなのか。ああ、機体の動力源である量子推奨装置まで調べてみたが、問題点は発見できなかった。じゃあなんで動かないんだ。こっちが聞きたいぐらいだ。それが分かりゃこんなに困ってねえよ。そうか。A saber qué es lo que hizo Jaxa. Vale, de momento así están las cosas. No podemos hacer nada de nada. Ma, 考えてばかりいても始まらねえ。ちょっと、ハツコちゃんを連れてきてくれるか。ハツコ。どうしてだ。量子推奨の解析にちょっと協力してもらおうと思ってな。そうか、分かった。呼んでくるよ。おう、頼んだぜ。ごめん。いえ、大丈夫です。どこか行くのかい。ええ、アナスタシアさんのお見舞いに。清十郎さんは？レイジに初歩を呼んできてくれと頼まれてね。彼女がどこにいるか知らないかな。どこでしょう。いつも通り中庭にいるかも。そうか、行ってみるよ。ありがとう。はい、それじゃあ。ハツホ、ちょっといいかな。レイジが機体の整備で君の力を借りたいらしい。芝が？でも私は機械いじりなんてできないぜ。なんでも量子推奨の霊室とやらを見てもらいたいとか言ってたぞ。霊室ね。よくわからないけど、手伝えることがあるなら行ってみるか。Qué oportuno. A ver qué pasa.
Anastasia ha despertado, mueve el culo. No se hable más, venga. Sakura, ¿qué ha pasado? Anastasia-san, とにかくこっちです。アナスタシア。キャプテン、みんな意識が戻ったのか。よかった、本当によかった。なぜ私を助けるの。私はみんなを裏切って。アナスタシア、俺たちは仲間だろ。本当にバカね。そんなだから私にも騙されるのよ。いいんだ、今は無理して話さなくていい。いいえ、言わせて。これが最後になるかもしれないから。アナスタシア。清十郎、アナスタシアちゃんのしたいようにさせてやれ。わかった、話してくれ。私はいつだって偽りの生を生きてきたわ。私が私だったことなんて一度もない。孤児だった私をプレジデント G が育ててくれたわ。スパイとして自由に使える、駒として。私は彼のために働いた。それしか道を知らなかったから。彼が原案創鉄だと知ってからも同じだった。私には変わらなかった。いえ、コウマの方がいいとさえ思った。だってゲイアンは私の家族を蘇らせてくれる、そう約束してくれ。戦争で人に殺された、私の家族と大好きだった家族とまた会わせてくれるって。だから私はごめんなさい、お父さん、お母さん。私こんな風になっちゃった。ダメな私でごめんなさい。もう会えない。天国には行け。アナスタシア。オケ、聖獣の死なせねえ。絶対死なせねえからな。レイジ、アナスタシアは。予断を許さん。だが、できるだけのことはした。わかった。あとは、祈るだけか。知りませんでした。私、アナスタシアさんに、そんな過去があったなんて。アナスタシアさんはいつだって、舞台の上で輝いていて。それなのに。なあ、神山、アナスタシアはどうなるんだ。私たちはどうすりゃいいんだ。それは
Nada ha cambiado. Anastasia es Anastasia. No os hable más. 今まで通りでいい。アナスタシアは今も俺たちの大切な仲間だ。そう言うと思ったぜ。本当にいいんだな。それで。ああ、アツホたちだって分かってるはずだ。何があろうと仲間を見捨てたりしない。それが俺たち花組の進む道だ。本当に隊長らしく頼もしくなりましたわね、神山くん。すみれさん。それにしても無事でよかったです、すみれさん。おかげさまでね、月組が助けてくれたわ。月組？まあそのことはまた後で話すわ。定権は結局奪われてしまったのね。すみません、守りきれませんでした。仕方ないわ。詳しく教えなかった私も悪いのですから。でもどうして私の刀が定権なんですか？あれはただのお母さんの形見で。私にも詳しいことはわからないわ。とりあえず一度現状を確認してみましょう。A ver por dónde empezar。 10年前、ニト作戦によって私たちはコウマ王をゲントに封じたわ。定権はそのゲントを封じ続けるための鍵なの。Vale, así que la llave de Sakura, el recuerdo de su madre, ha sido desde el principio la llave imperial. La llave a Tokio Sombrío. Justo lo que estaba buscando Sotechu Genan.Alias, presidente Gilipuertas. So, あの時倒したと思っていた。でも人間になりすまし、プレジデント G として世界歌劇団連盟を操っていたなんて。原案総鉄は奪った定権を使ってゲントの封印を解いた。その考えられる目的はただ一つよ。それは resucitar al archidemonio es lo que pretende。 コウマ王の復活ですね。その通りよ、神山君。Y para ello ha utilizado a la pobre Anastasia. ¡Cómo detesto a ese gilipuertas! No se va a salir con la suya. Koma-ou が復活したら、テトはどうなるんでしょう？あの決戦の時、全歌劇団の力を結集しても、ゲントに封じることしかできなかった敵よ。もし復活すれば、帝都は愚か、世界中が一瞬で闇に落ちるわ。絶対に復活させてはダメなの。とはいえ、このままではゲントの封印は解かれてしまう。そうなったら、コウマ王の復活を止めることは。くそ、何か方法はないのか。一つだけ手はある。鉄管さん、お父さん、どうしてここに？これが私の役目だからな。手はあるって何か知ってるんですか？うん。定権雨宮国定。
私が鍛え、サクラが持っていた定剣の名だ。かつてその力で帝都を二つの都市に切り裂き、片方の玄都に高魔王ごと封印した神器、その封印が解かれれば玄都が復活し、高魔王は復活する。そうです、だから早く定剣を取り戻さないと。定剣はその強大な力のため、この世に必ず一本しか存在できない。新しい定剣を生み出せば、敵が持つ定剣の力を失う、封印を解くことはできなくなる。新しい定剣を作る。そうだ、それがこの状況を打破する最後の手段だ。やった、やったよみんな。これが私たちが勝つための逆転の一手。これで世界を守れるよ。ああ、やった、やったぞ。早く定剣を作りましょう、天官さん。新しい定剣を打つためには必要なものがある。何でも言ってください、絶対に揃えてみせます。雨宮家の女が持つ絶海の力、さくら、お前の命が必要だ。え？な、何言ってるの？お父さん。さくら、雨宮家の運命に従い命を捧げる時が来たのだ。お前の母ひなたも二都作戦の時に自分の命を差し出した。今の定剣雨宮国定はお前の母の命でできているのだ。そんなお母さんも私の刀定剣に。じゃあお父さんの、そんな。さくら。おい、おっさん。今あんた、なんて言った？平家に命を捧げるって本気なんですか？娘の命だよ。冗談でしょ。このようなこと冗談で言わぬ。分からぬならもう一度言おうか。雨宮の命を用いねば定剣は作り出せん。さくら、己の運命を受け入れよ。鉄火さん。Que le den al destino, a la espada y a quien sea. Esto no es justo. No lo es. それでも、さくらの父親か？あなたの娘じゃないのか？なんとか言ったらどうなんですか？お父さん。くそ、こんなこと。たまるか。聞こえるかね、神崎君。内務大臣。状況は分かっているはずだな。今帝都は未曽有の危機にある。軍の基地も高魔に占領され、もはや抗う術は一つしかない。雨宮さくらの命を使い新しい定剣を作るのだ。しかし、これは国の決定だ。君ごときが口を挟む事柄ではない。さあ、雨宮鉄管氏の言葉に従いたまえ。何を迷う。わずか一人の犠牲で全ての国民を救えるのだ。名誉だと思わんか。名誉だと、ふざけるな。桜の
桜の命を何だと思っているんだ。桜よ、あまたの命を救え。お前の命がこの世界の人々を救うのだ。そう、日向の時と同じだ。日向も大切な人たちを守るために、お前の未来を守るために命を懸けた。笑顔でな。今お前の大切な人を守ることができるのは、さくら、お前だけなんだぞ。私、分かっちゃった。お母さんもきっとこんな気持ちだったんだ。大切な人、大切なこの町を守りたいって、花組のみんなを守りたいって私思っちゃったよ。だから私の命使ってください。ダメだ、清十郎さん。ダメだ、それだけは絶対にダメだ。ダメだって言ったって仕方ないじゃないですか。お母さんだってそうしたんですよ。私の命を使えば大切な人を守ることができるんです。仕方なくなんかない、君が教えてくれたんじゃないか。最後まで諦めないことを、絶対に諦めない勇気を、全部君が教えてくれたんだ。俺は帝国歌劇団花組隊長神山清十郎は、Vamos, dilo. ¿Cómo pretendes salvar el mundo si no puedes salvar la vida de una única persona? Dilo. この命令には絶対に従わない。清十郎さん、だって君は今泣いているじゃないか。何が平和を守るだ、世界を救うだ。女の子の涙一つ止められないような奴が世界を救えるわけないんだ。俺は約束したんだ、さくらを守るって約束したんだ。だから新しい定型なんて作らせない、さくらの命を使わせたりなんて絶対にしない。どうするというのだ、娘の命を守り帝都を捨てるのか。定型ならある、あそこに、帝国競技場に。俺は。Vaya, vaya. Así se habla, Capitán Zoquete. 命をかけて、帝剣を取り戻す。俺は一人でも行く。桜を救うために。おいおい、一人でいい格好すんじゃねえよ。さくら。あつお。ごめんな。さくら一人に辛いこと言わせちまったな。ごめん。私たちが言わないとダメだった。定権を取り戻してみせるって。一緒に命を懸けるって。みんな、そういうわけだ。さくらが何と言おうと俺たちは行くからな。そんな甘い考えで救えるか、思い上がるな小僧。テッカーさん、俺はあなたも救ってみせる。なんだと。さくらの命を救ってもさくらが泣いていちゃ意味がないですからね。父と娘が笑って生きられる世界を絶対に取り戻してみせます。聖母、お前。私、いいんですか、生きて。あな
なたのそばにいていいんですか？ああ、一緒に生きるんだ、さくら。清十郎さん、ありがとう。清十郎さん、ありがとう。みんな、盛り上がってきたじゃねえか。さっさとこんな逆境跳ね返すぜ。里の掟99条、ためらうな、勝利を目指せ。反撃開始です。私たちで最高の物語を描きましょう。待て、何を言っている貴様ら。分かっているのか、国家反逆罪だと。これは我が国の決定だ。今すぐ雨宮さくらを殺せ。殺すんだ。すみれさん、やっぱり花組の隊長はこうじゃないとね。あなたの覚悟に私もかけます。勝ちますよ、この戦。すみれさん、総員出撃準備。元と再封印作戦を開始します。了解。では作戦会議を始めるわ。今回の任務は、奪われた帝剣を取り戻し、そして再び元都を封印することよ。へっ、奪われたら奪い返す。簡単なこったな。でも実行するのは簡単じゃありませんよ。今の帝国競技場は敵の要塞です。闇雲に突撃するのは無謀。くそ、どうすれば。あれが使いさえすれば、あの切り札さえ。切り札？スミレさん、何か方法があるんですか？みんなを競技場に導く最後の武器はあるわ。だけどそれを使うためには、魔幻空間に覆われた銀座通りを突破して三笠記念公園を確保する必要があるの。そんなこと言われても、無限が動かないのにどうやって。レイジ、俺の機体は動くのか？お前の無限だけはなんとかなったが、一人で行くつもりじゃないだろうな。無茶ですよ、清十郎さん。そうだぜ、神山、私たちの無限が治るまで待てよ。いや、ゲントの封印が完全に解けたら、そこで俺たちの負けが決まってしまう。それに時が経てば経つほど魔幻空間が広がり、コーマの数も多くなるんだ。そう、やるなら今だけど、清十郎一人だけなんて。一人じゃないわ、私も行く。アナスタシア。私の無限は勇者の攻撃を受けていない。問題なく動くはずよ。ダメですよ、アナスタシアさん、まだ寝てないと。クラリスの言う通りです。そんな状態では死にに行くようなものです。私はあなたたちを裏切った。みんなの心を踏みにじった。サクラのお母様の形見をそうと知っていながら敵に渡してしまった。その償いをさせてほしいの。私はここで死んでも構わない。お願いよ、キャプテン、私を一緒に出撃させて。Esta es nuestra Anastasia. Nada que objetar. わかった、二人で出撃だ。だけど死んでも構わないなんて言うな。必ず生きて帰ると約束しろ。俺も必ず生きて帰る。アナスタシアも生きて帰るんだ。キャプテン、約束できるか？ええ、約束するわ。必ず生きて帰る。では作戦開始だ。
まずは俺とアナスタシアで行く。サクラたちは出撃待機。機体の整備が終わり次第順次出撃せよ。了解。アスコちゃん、機体の整備に君の力が必要だ。手伝ってくれ。わかった。じゃあ早速行こうぜ。レイジ、お前やっぱりまだ傷が。なんて顔してんだよ聖獣郎。お前そんな状態で。俺はお前たちのように無限に乗って戦うことができねえ。か弱い女の子をよ戦場に送り出すことしかできねえんだ。悔しいよな、レイジ。だからまあ俺は俺なりに命を懸けるってわけさ。早く行け。何度でも修理してやるから必ず戻ってこいよ。あ、行ってくる。みんなの無限を頼んだぞレイジ。それじゃ神山君、作戦開始よ。はっ。リロ。帝国歌劇団花組出撃せよ。了解。Ah, cómo adoro este grupo de zoquetes. Ay, este Seijuro. ¿Cómo puedo salvar el mundo si no soy capaz de salvar una sola vida? Qué gran verdad que es esa. Y ahora, en marcha. Salvemos el mundo. Y sin sacrificar una sola vida. ¡Adelante! ¡Oshino Michibiki no Mamani! ¡Seiki no Chikara ga Ichi o Kirihiraku! ¡Teikoku Kagekidan! ¡Sanjo! Captain, ki ga tsuite iru. Kono Magen Kūkan wa. Ah, aitsu ni chigai nai.倒したと思っていたが、とにかく急ごう。コーマを倒し、ミカサ記念公園を解放する。了解よ。Empieza el espectáculo。行くぞ。やっぱり来たか、帝国歌劇団。この魔幻空間、やはり貴様か、オボロ。魔幻空間を解け、オボロ。お前の遊びに付き合う暇はない。俺はお前たちをぶっ殺したいだけなんだよ。おい、そこの裏切り者も覚悟しとけよ。アナスタシア、ディディス、あいつの言うことなんて気にするな。君は騙されていただけだ。自分を責めるのはもうやめた方がいい。ええ、分かってるわ。ありがとう、キャプテン。Ah, qué fastidio. Pensaba que ese inútil de Oboro ya había desaparecido. Se ve que no. Bueno, pues habrá que asegurarse de que esta vez no se salga con la suya. Ya estamos, salta a la vista que esto es una encerrona. ¡Qué original! ¡Qué original!
あと少し、なんとか耐えてくれ。それと、アナスタシアちゃんの傷はかなり深い。守るのか。頼むぜ、セジュロ。ああ、言われなくても、アナスタシアは俺が守る。必ずだ。そこだ。アナスタシア、大丈夫か？大丈夫よ、キャプテン。怪我の痛みなんて大したことないわ。花組のみんなは本当に優しいわね。こんな私を受け入れてくれるなんて、コーマのスパイとして生きてきた私はいつも人々の心から逃げていた。でもあなたたちはいつもいつもうるさくて、本当にしつこくて、そして優しくて、とうとう私の心に入り込んでしまった。さすがのアナスタシアも花組のしつこさには根負けしたか。私の出番。これで回復して。私、このチームが大好きよ。だから、もう絶対に嘘は言わない。みんなと交わした約束は、必ず守るわ。必ず、あなたと、みんなと、生きて帰る。ああ、その通りだ。戦い、必ず全員で勝利しよう。Como adoro a este grupo de zoquetes. Así se habla. ¡Ay! わかった。頼むぞ、アナスタシア。行くわよ、邪魔しないで。覚悟だった。もっと高みを目指す。トマヤ、eso sí que es tener puntería。邪魔しないで。覚悟なさい。Perfecto. かなりの数だな。とはいえ、蹴散らすしかない。アナスタシア、援護してくれ。分かったわ。でも、一人で深追いはしないで。そう。まだ修理は終わらないのか。まだまだ、ショーはこれから。まで時間がないんじゃないのか。悪い夜叉の攻撃で機体が呪われちゃったんだっけ。このまま二人で惨めに死んでいくしかないんだってな。そこまでだ。帝国歌劇団花組東雲八音、この喧嘩買わせてもらうぜ。
晴れに一発やってやるぜ。アツモちゃんにお出まし。なんだとバカな、ヤシャの呪いは。アバラ、てめえをぶっ倒したくてよ、地獄から蘇ってきたぜ。三人になったところで何ができる。うぜんだよ、ま、ああアナスタシア、あんたちょっと分かりにくいんだよ。何がしたいのか、何に悩んでるのか分かりゃしない。本心を出さないように訓練されたの当然の話だね。だからよ、友達になろうぜ。もっと話して喧嘩して笑って、お互いのことを分かり合える仲間じゃなく友達になろうぜ。あんたの悩みもハチコちゃんに任せとけってことか。どんなもんで、花組はこんなもんじゃ止まらねえぜ。ああやだね、雑魚が一匹増えたぐらいで勢いづいちゃってさ。時間がないんじゃなかったのか。お前たちの不利はまだ変わっちゃいないんだよ。無事にこの空間を解放できるといいな。Y dale con ese cretino. Que se ría ahora, que después ya verá cómo no. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?これを突破できるの。どうしたよ、助けはもう来ないってか。私の出番。Chúpate esa, Oboro. Ahí te quedas. Oboro, ¿dónde está? ¡Sugata, arábase! ¡Kiriga, nai! ¡Cona y yo! ¡Sono tezbou seré kao! ¡Sugue, sosoruze! ¡Motto, mísete creo!これで帝国歌劇団も終わりだ。絶望と恐怖に包まれて、さあ幕引き隊行こうぜ。帝国歌劇団は不滅。終わるのはあなたの方です。誰だ。望月あざみ、真実を見抜くべく誕生。私の力で悪しき力を打ちます。まずい、こいつらはまずい。これならいけるわ。二人ともお願い、力を貸して。当然、仲間を救うため、そのために来た。分かっています。共に戦いましょう、アナスタシアさん。アナスタシアさん、そんな顔をして。花組は全員で一つ、全員で勝利して笑顔になって、初めてハッピーエンドになれるんです。そんな顔でハッピーエンドを邪魔しちゃダメです。さすがは名脚本家ね。笑顔了解よ。アナスタシアは悪い掟に従わず
自分の意志でこの戦いに参加してる。アザミは尊敬する。その決意を。ありがとう。その尊敬を裏切らないように全力を尽くすわ。の呪いを解くのは不可能なのに、どうして。お前には分かるまい。この機体が持つ無限の力、無限の可能性が。うるせい、うるせい、うるせい。ならばその力ごと消し飛ばすまでだ。行くぞオボロ、今こそ決着をつける時だ。あ、行くわよ。Terminemos con esto. ¡Soka! ¡Gento! ¡Gento が近づいてきたのか! ¡Gento が近づけば、コーマの力は果てしなく増加する。そうだ、Gentoの力があれば。させないわ、絶対に。させない？ゲントが迫ってるのはお前のせいじゃねえか。今からでもこっち側についた方がいいんじゃねえの。今度は俺様が使ってやる、便利なおもちゃとしてよ。Perfecto. Ahora ya sí. Oboro, prepárate. Toto, ¿cómo te quitas? Te coge Kagekida. Honto ni usai yatsurada. Omae wa mou oshimai yo, Oboro. Koko de ketchaku o tsukemashou. Urusei zo, uragirimono! Omae!このままで済むと思ってんのか。このままで済むなんて思っていないわ。あなたを倒したら私は死ぬつもりだった。だけど生きるわ。生きてこの罪を償い続ける。私を許してくれたみんなのためにも。うるせえ、綺麗事ばかり抜かすんじゃねえよ。私は帝国歌劇団花組のアナスタシア・パルム。見せてあげる私の生き様を。アナスタシア、君は。ごめんなさいキャプテン、みんなの気持ちは嬉しいけれど、私は私の罪を忘れることはできないわ。でも晴れ晴れとした気持ちよ。私は私の正しいと思うことのために、花組のみんなと一緒に未来を作るためにこの命を使っていくわ。そう、みんなが教えてくれたもの。分かったよアナスタシア、いつか罪の心が消える時が来るといいな。あーうぜ、ほんとうぜ。人間なんてな、
見え張って嘘つく生き物じゃねえか。一度裏切ったお前なんて二度と信用されるもんかよ。黙れオボロ、薄汚いコウマメ。アナスタシア、私の仲間だ、大切な家族だ。神山清十郎は帝国歌劇団花組隊長として、adelante。アナスタシアを信じる。キャプテン、ありがとう。清十郎さんの言う通りです。帝国歌劇団花組、天宮さくら誕生。オーブ、さくら来てくれたのね。アナスタシアさんの決意聞きました。一緒に戦いましょう。帝都の平和を守るために、そして自分自身の未来を切り開くために。さくら、そんな都合のいい未来は来ねえ。ここで全員死ぬんだからな。俺さをここまで苔にしやがって、許さねえ、絶対に許さねえぞ。新たなる星の導き、それは花組のみんなと共に見る未来。その未来のために、私は絶対に勝つ。体の痛みはあってもなんとかなるものね。アナスタシア、聞こえるか。キャプテン、この通信は君だけにつないでいる。少しだけ俺の話を聞いてくれ。君は負傷しているその体で先陣を切り、みんなのために道を切り開いた。もういいだろ、自分を許してやってくれないか。そうね、悪いけど忘れられそうにないわ。忘れてはいけないと思う。アナスタシア、でも死んでもいいとはもう思わない。生きてあなたのその思いに応えてゆくわ。わかった、今はそれでいい。だけどいつか絶対に忘れさせてみせるよ。
作っていく。俺たちの思い出でね。きっと花組のみんなも同じ思いだ。言い出したら聞かない。そんな人よね、あなたは。分かったわ。その日が来るのを待ってる。その日を夢見て生きるわ。神山、ありがとう。最高の舞台だったわ。Creo que ya está todo dicho. Nada que añadir. Bien está lo que viene acá. O mejor dicho, bien está justo lo que siempre tuvo que ser. Que Anastasia estuviese con la División Flor. No me lo puedo creer. Qué grupo de zoquetes tan increíble.君なら分かるはずだ。だから頼むよ、アナスタシア。分かったわ。喜んでやらせてもらうわね。ありがとう、みんな。惑いの中にいるのなら星を探しなさい。どんなに暗い闇夜でも見上げれば必ず星はある。せーの、勝利のポーズ。キレ？スミレさん、三笠記念公園の制圧に成功しました。ご苦労様、神山君。これで切り札が使えるわ。次の指示をいただけますか。切り札は一体どこに？そろそろ月組が到着する頃だわ。彼女たちに合流してちょうだい。俺の無限がって、それどころじゃない。事故だ。乗ってるのは誰だ。大丈夫か。いやー、やっちゃった。やっぱりスーパー隊長みたいにスマートにはいかないな。君は。Pero qué leches. Pero qué.声は、まさか、いつきちゃん？え、なんでわかったの？はあ、素人さんに一目でカンパされるなんて、マジでショック。帝国歌劇団月組隊長西条いつき、ここに見参です。
ジャパン、私もいますよ。ひろみさんまで。月組ってもしかしてお二人が。実はそうだったんです。追っかけファンとは仮の姿。帝国歌劇団月組西条いつき、帝都の危機を救うべく参上しました。同じく帝国歌劇団月組隊員本郷ひろみ。いつもごひいきにしてくださってありがとうございます。本当は他にも隊員がいるんですけどね。月組は隠密行動部隊、誰がどこにいるかは秘密なんですよ。そうなのか。いや、それよりもスミレさんから君たちに合流しろと指示があった。これからどうすればいい？大丈夫、分かっています。いよいよあれを動かす時です。これは空中戦艦？こんな巨大なものが公園に眠ってたなんて。帝劇があんなに小さい。無事に乗り込んでくれたようね。はい、なんとか。これなら戦える。我々は競技場に向かいます。あなたたちだけでは無理ですわ。今から私たちもそちらに向かいます。どうやって？帝劇量子水晶動力全開放。出力 250%、 300、 いけるで。銀座四つ角からの切り離し承認、最終ロック解除。スミレ様、帝劇発進。はあ、なんだそれ。信じられません。この無茶苦茶な船は。この程度で驚いていては帝国歌劇団はやってられませんわよ。でもまさに最終兵器ね。この船なら玄庵と互角に戦えるわ。待っていろ玄庵、絶対に競技場にたどり着いてみせる。ミカサの調整には今しばらくの時間を要します。終了まで約1時間。作戦が始まったら休む時間はありませんわ。今のうちに英気を養ってちょうだい。休める時に休むのも立派な仕事やで。売店も開けとくから来たってや。売店って。でも分かりました。少しゆっくりさせてもらいます。では解散。Thank you.
来ていたのか、そうだったのか。助かったぜ。傷だらけなんだ。なんとかしてくれよ。仲間じゃねえか。ほら、まだ楽しく人間ども。仲間？私は貴様を仲間と思ったことなど一度もない。なんだよ。おい、やめろ、やめてくれ、頼む、見逃して。Vale, yo lo reconozco. Ahora mismo lo estoy flipando un poco, puede que demasiado y todo. Es que a ver, ¿por dónde empiezo? Hiromi y Chucky son... ¿En serio? ¿De veras? ¿Y Chucky? ¿De verdad? Así que nuestra superfan no es nuestra superfan, sino que es... ¿una agente encubierta? Ah, y después está lo de este acorazado tan impresionante que... que en fin, y lo del Teatro Imperial, que también, y... ¿qué leches está pasando aquí, de verdad? Vale, esto ha sido muy fuerte. Muy, muy fuerte. Wow. Es que, a ver, bien, esto hay que asimilarlo sí o sí. Qué fuerte. Es que no sé ni por dónde empezar, así de claro. Vale, bien. A ver. Nos acercamos a la batalla final. Así que, bueno, es posible que esta sea nuestra última oportunidad para, bueno, resolver dudas y... y dejar todo bien atado de cara a la última batalla. Creo que vamos a quedarnos aquí. Yo, por mi parte, voy a asimilar... todo, porque... de verdad, me siento un tanto engañado ahora mismo. Muy engañado. Demasiado engañado. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Nos quedamos aquí. Hasta la próxima.